はい、こんばんは。相談を受けました。で、どんな内容かというと、8ヶ月の犬が飼い主さんをね、うなったり噛んだりしてくるっていう相談です。で、前提として、8ヶ月の犬が噛んでくるってこれ相当ですよね。飼い方、まあ、気質とかもあるのかもしれないですけども、まあ、それだけの情報だと相当ですね。いろんな話を聞きましたけども、2つだけワードを紹介すると、まあ、ムツゴロウさん世代なんですよね。ムツゴロウ国見て育ったので、ムツゴロウさんのようにこう、ワシャワシャっていう飼い方に憧れてるというか、そういうのを求めてると。もう一つは、いろんな話があった中で、ソファーにご主人様が座っていると、ポンとソファーに飛び乗ってきて、触っていると、うなったり噛んだりするという二つのワードがありました。で、ムツゴロウさんの触り方ってこういう触り方ですよね。来たぞムツゴロウ王国の見た見たこれ出たあ、ちっちゃいますってムツゴロウさんあ、それですそれですムツゴロウさんムツゴロウさん嫌がってますやん、明らかにまあ、喜ばないですよ、はっきり言って。まあ、関係性もあるんですよ。まあ、関係性とかそういう行為が好きな犬だったらいいけども、ほとんどの犬は喜ばないですよね。で、ソファーに人間が座ってると。飛び乗ってきたからといって、必ずしもその、好きで寄り添っていたいと思ってるかどうかとは別の話じゃないですか。で、寄り添っていたいと思ってたとしても、触られたいと思ってるかどうかは別の話じゃないですか。で、体がピタッとくっついてるからといって、触られたいと思ってるかは別の話じゃないですか。そもそも、触られたいとか、触られ続けたいと思ってるって、ほとんどいないと僕は思っています。で、タイムリーにこれ、緑消防さん紹介してもらって、これ読みました。動物の精神科医が教える犬の噛み癖解決法。これすごい売れてるみたいで、売れてる本をちょっと僕読まなきゃいけないちょっと事情があったので、これ読みました。すごいいい本でした。売れてる理由がわかりました。まあ、売れてる背景っていうのは、世の中には、噛まれて困ってる飼い主さんがたくさんいるから売れてるんですけども、これはね、噛む犬を飼ってるわけじゃない人が読んでもすごいいい本ですね。しつけとかその育て方とか関わり方とかそういうところも含めて書いてます。ちょっとだけ紹介します。ずっと撫でていてほしい犬もいることは事実ですが、すべての犬がそうではありません。ずっと撫でていてほしい犬はむしろ少数派ですし、ずっと撫でていてほしい犬、ずっと撫でていたい飼い主というのも関係性として健全とは言い難く、どうすぎれば犬依存にもなり、犬も人も生活に支障をきたしますと。攻撃行動の予防の観点からは、慣れていると噛む犬については、撫でられていることがストレス感になっておりという一文がありますね。まあ、まさにその家族には当てはまるなと思って、見てました。で、今ホテルに10頭ぐらい犬がいますけども、その犬たちが、撫でられたい犬かっていうのは、表情とか仕草とか見てればわかると思うんですね。今これ、きなこが、寄り添って体をくっつけています。じゃあ、こうしてるから、撫でられたいとは思えないですよ、僕はね。だって寝てるんですもん。寄り添って体を触れられたいと思ってるけども、こう触ることを嬉しいと思うわけないじゃないですか。寝てるんだから。そういうことですよね。ブレス。ブレス。今、ね、来たすぐは嬉しいかもしれないけども、じゃあずっと触ってると、どういう表情をするかというと、やっぱり表情がこわばってくると思います。ずっと触ってると。でも、膝に乗ってきたから、触られたいんだって。思ってるかどうかは分からないんですよ、はっきり言って。思ってたら、ずっと触られても、ここから膝から、どこにも行かないと思いますけども、ずっとこんなことをしてると、多分、ポッと離れて、どっかに行くと思います。まあ、今は行かないけどね。クリス行かないけどね。あら、ミルク。微妙じゃないですか。膝に乗ってきたけども、そんな触られて、そもそも嬉しそうじゃないですよね。まあ、一緒にいることがこの子も好きなんじゃないのかな。一緒にいることが。コスケが来た。コスケが来た。コスケはどうだろう。コスケは触られるんです。そうだ。まあ、これ飼い主さんとの関係性もありますよね。
飼い主さんが上手に慣れてたりとか、あるいは言い方変えると飼い主さんが慣れてるのに慣れてたりとか、我慢したりすると、そういう関係を求めるかもしれないですよね。遊びに行きました。あーちゃんおいで。あーちゃんもね、お母さんがこうなでなでしてるんだと思いますけどね。おいで。あ、こんな感じでしょ、あーちゃんはね。あーちゃん、おお、コスケ、いい、コスケはもう大丈夫、オッケー、終わり終わり。あんちゃんおいで。よし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 。うん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 。ああ。おお、ちょうどよい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 よ。あんちゃん、あんちゃん。全然呼んでない人が来るな。あんたたち。ママ、おいで。まあ、犬が好きじゃないんで、犬がいると来ない。ママ、ママ。おお、ちょ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 、来ない。おちょちょちょ。ママ、ママ、ほら、みんないなくなった。いなくなった。おいで。おちょ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 。来ない。オッケー。B も、B も、B、おいで。B。B、おいで。B なんかも一緒。一緒に寝るけども、僕、ベタベタ変わらないんで、距離を保ってますね、こうやって。ベタベタ自分からしていこうとしない。で、触ったりするのは嫌いじゃないけども、長く触れるのは B も好きじゃないと思いますね。僕も触らないですか、そんなに。顔慣れたりとか、一緒に、枕元で寝たりっていう関係でですね。発表で。もう一人、呼ばれるのを待ってる子がいます。ゆきちゃん、ゆきちゃん、ゆきちゃん、おー、みんないるから多分嫌だと思うんだけど、ゆきちゃん。よしよしよし。まあ、ゆきちゃんがちょっと、ちょっと、ミルク来た。ミルク遅かった。おいでー。おいでー。まあ、こんな感じ。ゆきちゃんはね。ミルクもどんな感じ？おー、そうなの。顔を撫でられるのが好きなんですけど、ミルクは。わかったかな、コスケ。よしよし。この二人がね、邪魔するなぁ。まあまあ、ミルク触られるの好きそうですけどね。触られたいんだと思いますよ。そっか、そっか。嫌じゃなさそう。まあでもこういうのって犬にも個体差ありますよね。オッケー、オッケー、オッケー。こんな感じですよ。長く触られるの好きな犬ってそんなにいないですから、幻想を捨ててもらって、もうちょっと、サバサバと、スキンシップを、抱負を変えた方が、その子に関しては絶対噛まれなくなると思います。はい、あ、そうだ。ももはね、寝れば来るんだ、きっと。お腹の上に。もも。触ったりとかするタイミングで噛まれちゃうっていう人に関しては、そもそも幻想を捨てて、コミュニケーション方法を変えてくださいっていう話でした。では。